MA ヘッドライン MC のダーリンハニー長嶋です。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。フュージョントリオ葛飾トリオの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。この番組、桜井さん、神保さんは何度かご出演いただきまして、何度もさせていただきました。はい、お世話になっておりまして。向谷さんは初めてですね。ただですね、神保さんが出てるのを見てたんですよ、一回。なるほど。偶然家で、そうなんだ。はい、だからもうそういうのに出てる人も憧れて見てましたね。僕も出れたらいいな。いや本当ですか。ね、でもよく一緒に。よく一緒だって。別件なんでね。なんかあの別件、鉄道関係の方で。なんかあの違うんですよね。はい。だから今日はちょっと三人お三方こう初登場ということでね。なかなかこう緊張するんで、ちょっと汗拭いていいですか。え、すいません、ちょっと汗を、じゃあちょっと。さすがだね。飛んでますね。素晴らしい。いつの間に葛飾トリオの使い込んだタオルになってるんですけど。本当に使ってる。かなり使ってる感じになっておりますけど。これあの向谷さんにいただきまして。ああ、そうですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、葛飾トリオの成り行きといいますか、成り立ちというかきっかけをお聞きしたいんですけど、最初こうどういったこうきっかけで3人が集まった形になるんですかね。これ私からで。そうですね、これはやっぱりはい、京成電鉄青砥駅のほど近くに葛飾シンフォニーヒルズというホールがあるんですね。でそこで僕は毎年ワンマンオーケストラのライブをやらせてもらっていて、で4年目の年に向谷さんをゲストにお迎えしようということになってそれがすごく盛り上がって、で翌年5年目の年にじゃあ今度は桜井さんをお呼びしよう、はい、これは非常に盛り上がって、でその次の年はじゃあお二人をお迎えしようと、で、その時は神保明ワンマンオーケストラフューチャリング葛飾トリオっていう名前でライブをやったんですね。でそれがそのまた非常にお客様に喜んでいただいて、我々自身も楽しかったというのもあって、こうパーマネントでやっていこうっていう流れで今日に至ると。老い知らずのパワーそれ使うのこれからなんか標語になってるんですか、キャッチコピー的な。最近流行ってますね。その心は老い知らずのパワー。老い知らずのパワー、納得いただけないいや、あの某レコード店のこのコピーに、なんかこういろいろなテクニックだどうのって書いていただいた、一番筆頭に書かれてたのが老い知らずのパワーって。いや、なんかどうなんですかね、それ。それはネット上で最初知って、ありがたいやら、ちょっと次回の念を込めて、そう頑張ろう。で、それが4年前、もっと前、その結成された時。結成されたのは5年、あ、4年前か。4年前。4年前ですね。え、もうそんなになる。そうもう今年活動4年目です、葛飾トリオ。去年出したアルバムがだからデビューアルバムだったんですよ。ああ、そうですよね。でこれ老い知らずのデビューアルバムが出て、なんで老い知らずあんまり言わない方がいいですかね。耳に残っちゃったんだもん、ね、なんか語呂がいいですよね、語呂がね、なんかステージで喋っちゃう人だから気をつけよう。いや、いいじゃないですか、老い知らずのね、なんかまあでもねでも4年経つんだよ、だから桜井。そうか、4年経つ。名前は葛飾トリオにしよう。それは、すごい鋭い質問ですよね。いやいや、気になってね、ちょっと僕が考えたんですけど、そのやっぱり僕ら昔にその星座の名前がついたバンドにおりまして、でやっぱり横文字のかっこいい名前をつけると、なんかやっぱりそっちとちょっと被っちゃうなっていう気がして、もう真逆の正反対にいる名前は何だろうって考えた時に、そうなの、もうやっぱり葛飾そこまで考えられてるでも顔同じじゃん。あ、本当だ。それは偶然ですね。いや、日もある、日もあるし。いや、今気がつきましたね。ね、なんかもう語呂近いと僕は思いましたけど。ちょっと本当ですか、その時。いや、でも普通にもともとその、僕らってその初期のその星座のバンドのメンバーだったんで、その当時からのファンの方も含めて、やはり継続的なところあるじゃないですか。はい、音楽的には。でも葛飾トリオって3人で、生演奏にこだわるバンドなので、やっぱりその前やってた4人よりも1人少ない分、やっぱりすごくパフォーマンスを頑張るとか、いろんなこうアイデアを考えるとかっていろんなことをやっぱりするんで、そういう点がすごいエネルギーにもなってるし、お客さんも喜んでもらってるんじゃないかなと思ってるんですけど、結構やるのが大変な曲が多くて。あ、なるほど。
なんか60の手習いとかこの間書いたら笑われちゃったんですけどね。おいしらずのパワーです。おいしらず何回言うんですか。おいしらずトリオだからやっぱり負担が増えますよね、うん、音階楽器はやっぱり3人で音階楽器を分担するのと2人で分担するのって結構違うから、うん、はいはいはい、大変ですよね。大変です大変です。でもその分やりがいがあって、うんうんうん、おい知らずと言われるようになってんだと思いますね。でとにかくこの葛飾トリオってその最初に、うん、結成してから一貫してることがあるんですけど、はい、まあ、例えば曲は全員の共作、うん、アレンジも共みんなでやると、はい、でそういうことで、まあ、一応、まあ、発起人は神保さんですけど、うん、まあ、なんかこうあえてこうリーダーっていうのを決めないで、みんなでこう合議しながら、はいはいはい、いろんなことを進めていくっていうのは、うん、まあ、あの4年目になってすごく居心地もいいですし、うん、はい、すごくあの演奏でも、うん、まあ、そういったいろんな、まあ、こういった取材を受けている時でもですね、はい、楽しく活動できるなっていうのがいいなと。この共作っていうのは、まあ、カシオペア以来でいうと、まあ、1985年の晴れ以来。あ、そうですね。はい、共作でしたもんね、はい、うん、そしてあの、まあ、楽曲制作は3人でやられてるって今おっしゃってましたけども、うん、はい、これじゃあ3人でやろうって共作していこうっていう流れはどういうふうにできてたんですか。もう最初からそういう話になってた気がしますね、うんうんうん、そうだね。だから最初に、うん、じゃあバンドでやろうよっていうふうになった時に、はい、その話し合いはしましたね、うん、なんかじゃあみんなでもう誰の曲じゃなくて共作にしようよって、うん、どの曲もみんな共作にしようよって、ね、葛飾トリオの曲として出していこうっていうことで、はいはい、でそこになんかその安分がどうのこうのとかっていうそういうことじゃなくて、うん、我々が演奏したっていうこと、うん、まあ、曲を考えていくっていうその過程をですね、はい、共有することで葛飾トリオっていうコンテンツっていうか曲として出していこうっていう、うん、形でこの2作作ってきたなって感じですね。なるほど、はい、これ毎回この打ち合わせとかは、まあ、向井谷さんの音楽館で行われてるという ことが多いんですかね。今回のケースはレコーディングが6月で、うん、スタートしたのが1月だったよね。そう、1月から毎月あの、うん、最低1回は集まって、はい、で曲をこう練り上げていくっていう、はいはいはい、そういうミーティングがありましたね、うんうん、楽器は向谷さんしかそのキーボードしかないんで我々はこう言うだけなんです。後ろからガンガン言うガンガン言うんですよ。もう後ろからで僕言われてハッと気がつくと忘れちゃうんですね、はいはいはい、なんか弾いてて、でこどんなのがいいとか言って、まあ、いわゆるなんて言ったらいいんでしょう、非常に、まあ、抽象的っていうか、まあ、雰囲気的な話で、うんうん、それで音をバッて出すじゃないですか、はい、でそうするとあそれがいいとか言って言われる瞬間に、はい、それってなんだっけみたいな話でもう次行っちゃってるんですね。いや次っていうかそういう記憶をこうちゃんとこう守りながら作っていくっていうよりも雰囲気で作ってるんで、はい、まあなんか忘れちゃうんですよそれで。でそれがまずいってことになって、はい、スタッフにまあ弾いたらすぐこう記録するような、うんうん、それから周りのスタッフがビデオ、まあ、ムービー撮って、なるほどなるほど、どのタイミングでお二人が言ってるとかそういうので何を僕が弾いたかとかっていうのを、あでそれを拾ってそれをまあデータにして、はい、である程度出来上がったものをまあ二人に送って、へでまたああだこうだって話になって、うんうん、であの、まあ、出来上がっていくっていう、まあ、でも最初に僕らのデータを向井さんのところに送って、うん、で向井さんのところすごい環境がいいんですよ、はいはいはい、もう窓も広いし、窓が川が見えるし、引っ越してね最高なんですよ。だから調査するに向井さんのところ最高なんですよ。道シミュレーターもあるし、新幹線まで今置いてあるね、すごいすごいですから今いやだからその向井さんのところに集合する前に神保君と桜井は、はい、その自分たちのアイデアっていうのをデータでちゃんと向井さんのところに送っておいて、じゃあみんなでじゃあどんじゃあこれどうしようかっていう時に、それを聞き合って、じゃあここでやどうやろうかっていう時に向井さんがこう向井さんしか弾かないから我々はこうそうだねああだねって。神保さんのやつは結構メロのやつが来るんですけど、桜井さんのやつはすごいもんが飛んでくるんですよ。ドワーッとか言って僕も爆弾みたいなのばっかり。そう、前作の話になるんですけど、桜井さんから届いた曲、まあ、うん、そのまんまあのアルバムのタイトル曲になったりする、はい、MRI 未来ですね、はい、その MRI って言ったのはあのちょうど僕がその
人間ドックで MRI をこう受診しててガガガガビビビビって言うじゃないですか、はいはいはい、で MRI って、はい、そんなのが届いたんでガガガビビビビみたいなあそっから来てるんですかそうなんですよこれは MRI だって言って本当ですかにわかに信じがたいからものすごいフレーズを作ろうと思って作ったんですよ、はい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 でそれをスラップでバーっていうこれでもかみたいなのをテンポが160か170のテンポでテク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 っていうのを作ってじゃそれこれ向谷さんと一緒にユニゾンしませんかって言って送ってでこっちはスラップで作ったからえらいことになってるわけですよ開放弦とこっちのベヨ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 っていうのドイ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 ドベドベドみたいなこれをキーボードでやるんかいみたいな。ああ、なるほど。まあこれ端折りましたけどね、さすがに。端折ったんですか。だけど、今回はこの新しいアルバムの中ではですね、宇宙の暴れん坊では、ね、今回はありは端折り端折れなかったんですね。ああ、なるほど。端折れないように書いてきたんで、ね。いでも今回はだから。あ、向井さんとのユニゾンもあるし、うん、ドラムとのユニゾンもっていう風にこうバリエーションいろいろ。要するに みんなキーボードとベースだけのユニゾンじゃなくて、うんはい、未来の時はドラムも一緒のユニゾンだったんですけど、うんうんうん、今回はまあベース基本にありますけど向井さんとのユニゾンとかドラムとのユニゾンとか、うん、1曲目が結構宇宙の暴れん坊、ね、宇宙の暴れん坊ちょっと、うんはい、これを未来を超えるものを作るにはどうしたらいいかなっていうのは結構知恵を絞って、うんうん、お客さんも前のが良かったねっていういう感じになると嫌なんで、はいはいはい、でちょっとこうこれでもかんって、ああなるほど、追い知らずのパワー、追い知らずのパワー、いやそのなんていうんですかね、困ったら言うみたいになってますけど、そう前もそうです、今回もそうなんですけど、はい、このお二方が送ってこられるデータって、うん、一応打ち込みデータなんで、はい、全部こうコンタイズされてる、うん、まあ16分ピッタリピチャピチャっていうのが来てるんですね。はいでそれはものすごく機械的な処理をされているデータから今度人間の演奏に変換してこれ弾くわけじゃないですか。だからその出だしのそのコンタイズがすごくハードルが高いところまでコンタイズのデータがあって、でそれを弾くんでね、このまあこれはちょっと神保さんにこの間やり取りで話したんですけど、シンセサイザーの発音の音程が安定するまでの短い何ミリセックのあれに追いつかないんですよ。でそれで久々にそのシンセの発音のタイミングとその、はい、イニシャルタッチみたいなところをデータでいじって、それで弾いても追いつくようにして、それで弾かないと何言ってるか分かんない、うんうんうんってドッて弾くでミって弾いた時に、はいはい、ウォンウォンウォンってなっちゃうんで、その開発する人たち その手引きの限界の速度を超えてるってことだよね。だから普通味を出すためにこういう当たり前についてるものを全部カットして、はいはい、カットしてもそれでも聞いて違和感のない音って開発したんだよ。誰もこんなことはしないから、はい、やらないと思うんで、うん、意味のないことかもしれないんですけど、で本当にそうしないと、最初自分がその宇宙の暴れん坊のというこのタイトル曲の一番ややこしいところ、桜井君とユニゾンするところをその譜面通りに弾こうと思ったら本当に間に合わないかもね。本当に間に合わない。あほら聞いてる人もほら合ってんのかって言ってるの全然すごいですね、へでそれいじっていじっていじって、うん、でモノだったやつをポリにしたんだよ ね、 それね、うん、そうするとモノってやっぱり一個しかならない音って分厚くていい音になるんですよ、うんはい、その分その立ち上がるのに時間がかかったりするんで、なるほど、初めての経験ですよ僕も。今までそこそこキーボード弾いてきましたけど、はい、弾いても音が間に合わないっていうのはすごいですね。もうちょっと早めに弾けばいいんで違うよ、だから次の音があるからあどっちダメな、絶対ダメな、どっちみち短いから、そう全然無理なんだから、最初の音が仮に聞けたとしても次の音が間に合わないっていうフレーズなんですよ、桜井さん。分かりました。よろしく本当にね。9月11日にリリースされたセカンドアルバム宇宙の暴れん坊、こちら改めて伺っていきたいんですけども、まあ、前作から1年満たないぐらいですかね。あ、10月だったっけ。1年弱ですね。あ、1年弱のリリースですけども、はいはい、これはもう前作作ったあたりからもう次の作品作っていくっていう形にはなってたんですけど、ね、
あの前作10曲ありましたから、はい、あのライブやるときにやっぱりその10曲じゃ足りないんですよね、うん、そうすると我々が昔その星座のバンドにいた時に書いた曲を持ってきたりとか、はいはい、どうしてもその葛飾トリオとしてアイデンティティをガーンと押し出すライブをするためには最低20曲が必要だろうって、うんうんうん、もうセカンドアルバムをなるべく早いうちに出したいねっていう話はしてましたね。もう逆に今度レパートリー増えちゃったんで、うん、あ、ね、そうどれをやろうかみたいな、そうなんかね、贅沢な贅沢な悩みですよ、うんうんうん、今回こうアルバムのコンセプトとかって決まってたんですか。これちょっとなんかこうまず本当スペーシーな感じの、これやっぱ宇宙の暴れん坊っていう、その暴れん坊っていう言葉が、はい、まあ、さっきからくどいようですけど、うん、暴れん坊フレーズが出てきたので、はいはいはい、これは暴れん坊だねって誰かが言ったんだよね、あれ、うん、あ、1作目がその、ね、大人げない大人の音楽っていうキャッチコピーがついていて、はい、その演奏面で我々がこう落としがいもなく暴れてるっていうのが一つの、うん、あの売りになってたんですよね、はい、で今回はまあそれを超えるっていう意味で、うん、こう前作が大気圏内にとどまっていたとすればやっぱりこう宇宙空間に飛び出したんだろうというね、あ、そこからね、うん、そうそうそう、まあそういうことですなるほどなるほど、うん、まあ弾くに弾けないところになったんですよ、この宇宙の暴れん坊のタイトル曲1曲目を一番最初のデモで作っちゃった。あ、なるほど、だからこれが基準点になって始まっちゃったんです。そうか、なるほどなるほど、まあ、基準点というかこういう形でやっていこうって決めたんで、はい、まあ、もちろんあのそういう激しくない曲ももちろんいっぱいあるんですけど、うん、でもこの暴れん坊的な曲、暴れん坊的な部分が含まれている曲も多いですし、はい、うん、だから僕らってちょうどあの、まあ、年の話ですけども、どっこらいかもしれないですけど11月26日に追加公演が東京で行われる、その短い区間だけ、うん、期間だけこの3人足すとちょうど200歳になるんです。お、だから、うん、おいしらずの暴れん坊のそうですね200歳すごいね、すごいですね、うんうん、暦が宇宙的ですもんね、200までいくと、だからあの何でしょうね、それおまけに僕ら全部手引きじゃないですか、はい、あの手引きっていう言葉をなんか言うのがちょっとなんか若干抵抗あるんですけど、あ、そうですか、だって普通に楽器弾くもんだと思ったんですけど、はい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 、まあ、まあ、なんかよくあのいろいろコメントいただいて、うん、これが手引きなんてすごいですねとかって言われるんですけど、まあ、ずっと手引きの人たちなんで僕たちって、ね、だからそういう点ではあの演奏の限界っていうか演奏のギリギリのところを、まあ、攻めていくっていうのは、うん、あのやっててもやりがいありますしね、うん、だからそういうのが、まあ、これこの僕ら自体が初めて一緒に演奏したのが1970年代後半から80年代だったと思うんですけど、はい、ジンボス入ったのは80年代、うん、80年、だから80年、1980年だから今からもう来年だと45年前に、まあ、今44年前に一緒に演奏してきた人間ですから、はい、だからその時も確かに大変だったんですけど、はい、まあ、それに負けないような演奏ができてるっていうのが嬉しいしですね。今回あの、まあ、向井さんアコースティックピアノを使った曲が多いっていう、あ、はいはい、形になりますけど、これはどういった意図があるというか、まああの確か覚えてるんですけど初日のレコーディングだったかな、一つは、うん、あの割と最初から宇宙の暴れ坊みたいな難しい曲に行く前に、はい、アコースティックピアノ曲あったよね、はい、うん、1曲目は緩いのからやろうって言って、ね、でその時に弾いた時にちょっとピアノ、うん、いつも使ってるスタジオのピアノが変わったんですよ。へー、あの前のピアノが良かったんですけど、はいはいはい、でもさらにいいピアノになってて、うん、でそのいつもレコーディングの前に調律してもらってるんですけどコンディションをものすごく整えてもらったので、はいはいはい、ポンって弾いたらあらいい音するなと思って、うん、で確かあのチャンカチャン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 、それが1曲目、ね、ブランニューモーニングという曲で、まあ、非常に爽やかな、はい、朝お目覚めの時に、うん、この曲聴くといいんじゃないっていうような曲なんですけど、はい、まあ、僕も、まあ癖っていうかですね、まあ、一生かけて克服しなきゃいけない課題があるとしたらやっぱりちょっと前のめりなリズム感があるんですよね。でやっぱりその厳密なこう16部の裏とかっていうのをやるときに、うん、まあ、もちろんそれは許容の中にはいつも演奏してるときは押し込めてると思うんですけど、うん、まあでもやっぱりちょっと前かなっていうのを気にしてるときあったんですけど、これ弾いたらですね結構ドンピシャで、
パッパラッパッパッパッ、あ会長パッパラッパッパッパって感じで、そしたらピアノの曲結構あってもいいんじゃないみたいな雰囲気になって、あなるほどなるほど、あのデモの時はシンセにするか迷ってる曲もあったんですけど、はい、でピアノだったりそれからアコースティックピアノじゃなくてもあのレトロなエレピアとかね、うん、昔、昔のロー、うん、フェンダーローズみたいな音を、まあ、シミュレートしたやつで、はい、あなんかこうすごくドシンプルなキーボードとか、でそういうのがあることで、まああのまあ、今あのアルバム出した後の皆さんの感想ご感想を見てるんですけど、はい、まあ、非常にこう飽きないアルバム、あなるほど、まあ、すごくあの、攻めてる曲もあれば、まあ、そういったメロで聴きやすい曲があったりとかっていう、まあ、どれも聴きやすいとは思ってるんですけども、でもそれキャッチなメロディーは必ずありますんで、ね、うん、あの絶えずこう難しいことをずっとやり続けるってわけじゃなくて、なるほど、この曲普通に聴いてて、まあ、例えば宇宙の暴れん坊っていう曲も最初神保さんからメロディーが届いたのメロディーのアイデアが届いた時に、うん、僕ね結構割とこれちょっとあまりになんか普通っぽくないって言っちゃったんですよね、実は。なんだけどじゃあ違うんだとか言ってそれでなんかいろいろ言うわけ熱がね、熱が違うんだって言ってる途中に桜井さんから凄まじいものが届いてきて、はいはいはい、その強さに強さとそのキャッチなメロディーと違うんだっていうのはいろいろ合成してるうちに今度僕もなんかハーモニーでしょちょっといろいろ面白いことやっちゃおうみたいな形で、あなるほど、だからそういうなんていうんですかね、あの聞きやすさっていうのは必ずどっかにあるんですけど、うん、ただそれがあのなんていう最初の第一印象、うん、僕がやってても一緒にやってても第一印象からすごい変わる曲がいっぱい出ちゃって、はい、あなるほど、でその中にやっぱりアコースティックピアノっていうのが4曲くらい入ってるってことで、うん、なんかこういい形でバリエーションが取れたかなって、なるほど、ね、まあ、今宇宙の暴れん坊の話ずっとされてましたけども、その、まあ、曲で言うと途中ちょっとプログレ的な展開もあるといううちの名前もですか、この曲聞いていて、プログレ的ですね、ちょっとそういう、まあ、イメージといいますか、うん、いうのを受けたんですけども、そういうっていうなんかその曲の作り上げ方というかそのスピード感っていうのはやっぱ作っていくうちにできた、ね、まあそのさっき向井さんが言った、うん、これちょっと聞きやすっていうか、まあ、普通すぎるっていうかなんかこうこれどうなのみたいな話になってて、はい、それでもうじゃあこれはもうアグレッシブななんかこう今までにない聞かせどころのシーンをちょっと、ああなるほどなるほど、今までにない感じの聞かせどころって言って絞りに絞っていったら、まあプログレっぽくなったかもしれないですね、ああなるほど、まあもうちょっとジャズっぽくなってプログレっぽくなって暴れん坊っぽくなったって感じですかね。これ桜井さんは30年間使ってなかったベースを使用されたとそうそうそういうことですけど、これどういうきっかけで30年使ってなかったですか。これはやっぱりこう1曲目できて、うん、やっぱなんかこうすごくなんかこうなんだろうインパクトのあるものを作るためにベースは1本しかないから、はい、音色とか作れないんで、ベース自体を変えちゃおうかなと思って、で、まず前回はワーウィックっていうメーカーで作ったんですけど、でライブをやったら、うん、ヤマハのシグネチャーモデル昔作ってもらったことがあったんですけど、はい、それをリハーサルの時に試しに持ってって、うん、で合わせたらもうやっぱりなんかドラムとすごい合うんですよね、あのヤマハのメーカー同士のなんかこう鳴りの響きの感じがね、でそこにもう その時に向谷さんもなぜかヤマハのシンセだけ持ってきて、あれ完全にヤマハになったねって話 ですごい整ったんで、はい、でじゃあ今回のレコーディングもやっぱりヤマハのベースを使おうっていうのはあったんですけど、はい、でその中でも桜井モデルの中で一番ロックっぽい音っていうか、うん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 、一番こう硬質な音が出るやつがあの緑のやつだったんで、はい、今回はこれにしようと思って、へえ、あそう使いました。これ神保さんはこうスネアの上に小さなシンバル、あのいろいろそのスネアドラムっていうのは一番そのサウンドの核になる、はい、パンパンパンっていうドラムなんですけど、うん、はい、ちょっとそれを今までにない感じにしたいなと思っていて、はいはいはい、で1曲目とかはそのシンバル、あしこんなちっちゃなシンバルをそのドラムの上に乗せて、うん、はい、そうするとそのちょっとこうミュートされるんですね。へでミュートされた上にこう叩くとそのシンバルがこう振動するんで、うん、マシンみたいなあの機械みたいな音がするんですよ、はあはあ、ドラムマシンで打ち込んだような、だけど叩いてるのは人間なんで、うん、その生っぽさも出るし、
なんかちょっと、うん、あの新しい感じになったんじゃないかなと思ってます、うんうん、それはどういったところでこう発明というか気づきというか。あ、結構ねそういうトレンドが最近あるんですよ、うん、あ、そうなんですね。その90年代にドラムベースっていう、うん、あのリズムが生まれて、うん、はい、それからそれを人力でやる人たちが出てきて、なるほど、それがどんどんこう2000年代2010年2020年どんどんこう進化していって、うん、あのいろんなもの乗せる人が今いますね、はい、僕この間かぼちゃ乗せてみたんです。有機物乗せちゃうんですか。それは全然効果なかった。ボロボロするだけですもんね、ただなんかボソボソ言うみたいな、はいはいはい、かぼちゃかぼちゃ乗せるんですか。いや、かぼちゃはおすすめします。そして2曲目 0G、はい、こちらなんかスペーシー感のあるちょっと明るいポップな曲だと思いますけども、これどのようなことをイメージして作られた曲でしょうか。これはね最初桜井さんの原案なんですよね。であのベースラインがすごく特徴的なんですけど、うん、それを桜井さんが作ってきて、はい、でそれを聴かせてもらった時にですね我々2人がこうあの止まっちゃったんです。止まっちゃって無言になっちゃったんです。コメントしてしたらコメントできない無重力状態になっちゃった。そうなんです。そういうことか。あ、そっから来てるんだ。そうなんだ。なるほどね。来てやったりですね。そうなんです。ちょっと狙いなの。そういう狙いだったんです。いや、ちょっとその要するにあのベースラインとそのメロディーは自信があったんですけど、はい、そのハーモニーベースラインがちょっと普通のベースラインじゃなくて、うん、いわゆるこうすごいファンキーな、はい、ポップな曲じゃないですか、はい、だけどあの音使いのベースラインっていうのはないんですよ。でそれでそれにそこ自分でこうユニークだなと思って、はい、これでどうだみたいなコードをぶつけて作ってったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとジャズっぽかったんですけど、はい、そしたらみんな止まっちゃって、それどういう瞬間があったんですか。いや、そうですね、まあ少し暗かったんですよね、うん、率直に言われば、どうぞ率直におっしゃってください。気持ちも良くないし、かっこよくもないみたいな。率直すぎません？いや、まあ、仲いい3人なんか、なんかこう全然刺さらなかったんですよ。その桜井さんがかっこいいなと思ってるものが我々にはこう1ミリも刺さらなかった。いや、どんどん追い込むじゃないですか。ひどいですよね。どんどん言ってますよ。1ミリとか言わなかったですか、さっきは。本当に、はい、その言われ考えられてきたコード進行で やったら、うん、多分桜井さんが やろうとされているそのベース の、まあ、その独創的な部分が、はい、果たして生きるのかというふうに、うん、その部分は社長うまいね。オブラート係です。まあ長年いろいろ会社もやってるんで調整役として、まあ、だからその片鱗な要素を僕はすぐ直感的にあこのコード当てはめて、でそのパッてやってるところに少しこう特徴的な音があったんで、そこにちょっとしたテンションコードを置くとすごいまあいい形でまとまるんじゃないかと思って、それで提案したんですよ、はいはい、じゃあこのベースのフレーズを生かしたまんまこのボイシングにしたらどうっていう形で、はいはいはい、それでやってったらそれって感じになってって、でと同時にですね、はい、神保さんが、まあ、デモの時は分からなかったんですけど、さっき あの1曲目での話で出てきたそのスネアにシンバル置く、うん、その新しい、まあ、我々としては新しい、はい、あのドラムサウンドが、うん、この 0G ではもう出だしもう曲の始まりからそれが出てくるんで、うんうん、まさにマシンみたいな形で、うん、で出てきて、はい、どうなるんだろうと思ったらベースとそのスペーシーなコードがこう出てくるっていうんで、うん、まあ多分桜井さんは我々を一回1ミリも刺さらない状況に持ってってから、うん、こう 0G の無重力の空間に持ってくるって狙いです。あ、狙いだった、ね、あのコードをはめてきたんじゃないかなと。作戦通りなんですけど。本当ですか。もうちゃんと初めて言ったみたいになってますけど、ね、出だしのコードが Bm7 かなんかの今でも覚えてるもん俺。いや、いや B 分のね C と B 分の D だ。あ、そうだっけ、うん、だからちょっとね、うん、僕はダークな感じで、はい、全然1ミリも刺さんなかったって言ってますけど、うん、僕には結構 10ミリぐらい刺さってて、はい、すごいジャズなんだけどすごいファンクなベースっていうコンセプトでやってたんですけど、なるほど、全然ジャズがなんか全然ダメなジャズだったみたいなんだけど、その要するにスラップでかっこいい曲を作ろうと思ってたところは通じてて、うん、あ、なるほど、でその後の展開とかもすごいこうコード進行こう動いてってももう
そのバックはもうずっとベースソロみたいにしたいんだよねって話で、うんうんうん、そういうチームワークとしてはこのコンセプトは同じ方向に向かって仕上がったなと思いますね。これぞベースみたいな曲にはなったと思いますけどね、うんうん、なるほど。これでもあれなんですよ、うん、そのドラムがやっぱりすごいポップな音でかっこいいじゃないですか、マシンみたいな、うん、はい、だけどタムタム叩かないんですよ、要するに本当にマシンみたいで、うんうんうん、すごいジンジンはうまいんですけど、はい、ジンジン、ジンジン、ジンジンよく知ってたね、最近ジンジン流行ってるんですよ、ね、ジンジンすごいじゃないですか、千住観音の浮いたこいステージでこれから、あ、もう乗れないんです、ジンジンね急に幼馴染戻りみたいになってますけどサクチャクサクサクジンジンミンミンにしとくじゃないですか、これいいかもね、いいじゃないですか、それ、そのジンジンがちょっとだけ中華ジンジンの話、あ、ごめんなさいごめんなさいジンジンがこうずっとこう結構ああいうビートでファンキーなベースあったらもうドラム結構絡んで絡みたいじゃないですか、みんな若い人上手い人みんなこう 手数の多い人たちみんな絶対やりますよなんか、うんうん、そこをなんかおい知らずの貫禄で、おい知らずの貫禄ね、ジンジンをジンジン本当にタイトにグッとグルーブマシンに徹してるところが あの曲のなんかかっこよさの一つかなと思います、はあはあ、そして3曲目ムーンライナー、はい、こちらは不思議なイントロから始まってこう目まぐるしいサウンドという展開の印象的な曲ですけども、うん、こちらはシンプルエレピか、そうこの不思議なシンプルエレピですね、はいはいはい、これもやっぱり最初シンプルな8ビートですごいキャッチーな、うん、なんかポップな曲だったんですけど、うん、その不思議なイントロを作ってあ、なるほどなるほど、ちょっとなんかテイスティーな感じにしようかなと思って、はいはいはい、で結構頑張って作ったんですけど、うん、で結構頑張って作ったのを3回やっちゃうとなんか 3回出てくるんですけど、はい、あのフレーズが、うん、それをなんかだんだんこう複雑にしていくっていうか、うん、はい、最初はもっと聞きやすくてだんだんこうえっていう感じに、うん、あーなるほど、トリプル増毛法みたいな感じなんてこと言うんだよなんてこと言ってくれるんだ何かに変換しなきゃやってらんないみたいなったんですか、トリプル増毛法ね、そういうこと、それちょっとステージで言うとちょっと相当自虐ネタになるなそれはい、あ、なるほど、そうだからそのトリプル増毛法僕は一緒にやってるんですけど、うん、はいはいはい、この曲で、ええ、もう大変難儀な曲でこれ、そういうところは、うんうん、でメロディーはめちゃくちゃシンプルなんですよね、うん、ええ、もうなんかルンルンって感じなんですけど、ドゥ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 3回ドゥ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 いいでしょ、ドゥ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 のなんか3連っぽいところがちょっと僕がちょっとそこちょっと詰まって弾いたら、いや向井君違うとか言って言われて、なんか何度か直したよね、そうそうそう、なんか弾き直すって言ってはなんか、ね、結構厳しい指摘があって、あ、そう、ね、そんなこだわるかなっていうところ結構立ってたんですけど、あこだわりますよ、こだわります、ね、3連のところ、3連のその歌い回しは、でもやっぱりシンセで一回作っちゃうと、はい、そのコンテイズして渡すんで、うん、コンテイズした方が迷わないじゃないですか、うん、あここはどのタイミングだなっていうのが明確なんで、うん、それってわざとやってたんですけど、そういう歌のニュアンスとかフレーズのアーティキュレーション、うん、歌い回しとかアクセント の, そ, のあそういうの全然通じないから、うん、もう やっぱやめた方がいいなっていうのは反省しましたね、うん、あでもやっぱりレコーディングしたら分かったよだんだんその辺が、うん、だからあのもちろんね出だしがそのあのクオンタイチって全部正確な16秒は3連で来るっていう、はい、まああんま音楽的じゃないよ感じでも聞こえちゃうんですよ、うん、初めて一緒に音を出した瞬間に、はい、あそういう音なんだよねっていうのが、まあ、そこでちゃんと息がこう息を吹くっていうかなんかこう蘇るっていうかですね、だからそれがやっぱりレコーディングの良さだし、うん、そこで感じたことがその曲のまあ良さにつながるっていうんじゃないかなと思うんですけどね、だデモの段階で本当にねなんだろうな無味乾燥とした部分もいっぱいあるんですよ実際には、でもやっぱりそれがどんどんかなりウェットになっていくっていうかですね、うんうんうん、多分なんかこの葛飾トリオのその曲って、はい、いわゆるそのジャズフュージョンのカテゴリーの中に入ってますけど、うんうん、はい、すごいバンドっぽいと思うんですよね、 なるほど、ちょっと生に近い、そうそう、やっぱりインストでテクニシャンの人たちだとやっぱソロがすごいとか、うん、なんかもちろんメロディもいろいろ素晴らしいのいっぱいあるんですけど、うん、こういろんな要素がこうくんずほぐれつで、うん、こういう風に作ってる感じってあんまりないんじゃないかなと思いますね、はあはあ、まさに融合するような、そうですね、なんか練りに練って練って練ってなんかお団子作ってるみたいな、そして、4曲目
バナナエクスプレス。あ、はい、こちらのか明るいポップなザ・フュージョン、ザ・フュージョン、ザ・フュージョンなイメージですけども、こちらどのようなことフュージョンでしょ、フュージョンって、まあ、これはちょっとちゃんとこう安心の落としどころというか、ですね、これはその1枚目にそのレッドエクスプレスっていう、はい、それ結構看板曲になってるんですけど、うん、それのそのなんていうかな続編っていうような位置づけで作ってったような記憶がありますね。もう鉄道コンテンツに対しては神話、神話性が強いですね。エクスプレス、エクスプレス出てますからね。鉄道といえばね、向井さんもちょっと特急感ありますけど。そうですね。これはあのただあのなんでしょうね。ちょっとこうボイシングを若干おしゃれにしたよね。あの、うんうん、そういうところとか、うんうん、チャチャララってこうあの掛け合いのソロみたいなところに、うんうん、決めのところとかでちょっと難しいフレーズがあって、でもこれね僕ねサビを、まあ、演奏するときにねなんかね、はい、ものすごく恍惚感に満ちあふれるっていうかね、そのややこしいところもちょっとあって、うん、でそれで抜けた先になんかこうややこしいというかどんどんこう盛り上げてきて、うん、でサビに来た時になんかこ こうすごいなんていうんだろうなキーボード冥利に尽きるっていうか、まあ、3人しかいないので、まあはいはいはい、ほぼ僕メロディー弾いてるんですけど、うん、特にあのサビのあのサビのところのメロディーですね、気持ちメロディーいいよね、あそこいいですあれも本当にエクスプレス以上なものがあって、あれエアラインかなんかにも使えるね、はい、こう産業にもちょっとつながるような抜けがいい、まあ、ロケットにも使えばジャクサとかね今までこうほらなんかどちらかというと今まではあの、はい、大人げない大人の、はいはい、なんか大人の休日クラブみたいなの、はいはい、JR 系のね、はい、ありますけど、これを J がついてもちょっと宇宙に言いましたけど、ジャクサ、ジャクサ、ジャクサ、ね、ジャクサ、そっちね、はい、ねこう宇宙に羽ばたくっていう宇宙に行ってもいいようなあ、なるほど、そう僕ね多分ライブで演奏してる映像なんかを後でもし撮って見ることがあったら恍惚な顔してると思う、もう行ってる感じです、空に、うん、あすごい綺麗なね、うん、あの、うん、メロディーなんですよ、うん、だからねベースはねドン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 っていうなんかね、うん、モータウンの、うん、あなるほどダンサブルな感じ、はいはいはい、もうみんながこれぞベースみたいな感じで、ドゥン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 、なんかドリフターズみたいな、はいはい、ノリがいい感じで、モーターの後にドリフターズが出てくる、ドゥンドコみたいな、うん、あなるほど、みんな誰でも楽しめるような、はい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 、誰でも楽しめるようなメロディーだし、うん、誰でも楽しめるようなグルーヴ、うん、がうまく成立したと思いますよ。なるほど。うん、そして5曲目ブランニューモーニング、これもなんか朝の雰囲気、これが例のやつですね、爽やかな、これはもう岡谷さんの爽やかなピアノがね、でもねお散歩でもいいですし、うん、目覚めでもいいですし、ちょっと軽快で ね多分ね神保さんはね、うん、本当に早起きなんで、多分きっとこれを聞きながら朝散歩してるんじゃないかなっていう、そんな何か目に浮かぶなと思って、ね、この間あの僕もあのホテルであの翌日の朝の朝食バイキングにですね、はいはい、多分神保さんはすごい時間に来てると思って、うん、6時半から待って、あ、じゃあ7時から待ってたんですよ、はいはい、そしたら待ってる前にもういましたから、もういたんですね、いたんですね、俺7時に行ったらもういるわ、すごいですね、配膳係と同じぐらいの6スピードで、だからあれ6時半からでしょ大体早くても、そうだね、そうですよね、だから空いたと同時に行くっていうのが、だから大体これまで誰もいないでしょまだそんな早くて、ね、誰もいないでしょ、気持ちいいですよ、食べられるの、ね、だからこれは全部さんに会えると思って行ったらもう食べ終わると、もう終わってんすか7時に、あれブランニューモーニングですね、ブランニューですね完全に本当に、うん、あれを聞きながら僕も7時に食べに行こうなと、ああなるほど、こう途中のハンドクラップも印象的ですけど、あれはね、はい、ぜひお客様にやっていただきたい、なるほど、やっぱちょっとライブで一緒に一体感、コールアンドレスポンスですね、うん、はい、そう、あの2回叩く箇所があるんですよね、うん、それ4回目だけね、そう、はい、でそれを説明してじゃあやろうかって言って一緒にレコーディングしたらもう桜井さん全然通じてなくてそう聞いてなかったんですよ、聞いてなかった、2回目と4回目が2回なんだろうと思って、はい、
自信持ってやったらみんなやんないからだからタタタタンタタ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 タってやっちゃったなんでやんないんだろうって思ったら4回目だけだったそして6曲目ピンクの小僧はいはいはい、攻めてますねタイトルがね小僧ピンクの小僧小僧ってあの変な小さな像の方ですからね小さな像ピンクの小僧みたいなややこしくなりますから、ねね、名指ししてるわけじゃないですからね、はいうん、まあだから幸せを呼ぶ そうですねピンクの小僧っていうことでございますけど、あれは本当になんて言うんでしょうかあの完全なトリオっていうか、うん、シンセ全くない、はい、ダビングじゃなくてシンセの音があの途中から入ってくることがない風にやってみたんですけど、まあアコースティックってことですね。そうですね。うん、なんか、ね、アプローチとしてはあのなんだろうな、まあジャズっぽいとは思うんですけど、はいうん、まあシンプルですよね。うん、で循環コードが多かったんで桜井さんそのソロのところそれやるのは私はもう。あの踏み絵みたいで嫌だとか言ってですね全然違うフレーズできてそれがまたかっこよくてですね C と A マイナーと A マイナーハーフディミニッシュと D7 と G だったのを C と E フラットと F シャープと G っていうふうに置き換えてドドララレレソソっていうコード進行なんですよ、はい、ベースでルートで弾くとね、うん、それだとドドララレレソソになっちゃうから、うんそのコード進行でももうちょっとなんか面白くなんないかなと思って、うん、それと向井さんがそのソロが結構ジャジーに来てるから、うんうん、ここちょっとルートじゃなくて、うん、ちょっと リハもした感じのなんかそれでフレーズにしちゃった方がいいかなと思ってあなるほど普通になんか循環コード見せない方がいいかなと思って、はいはいはい、なんかちょっとオリエンタルな雰囲気も出てますよね楽曲的に、まあ、ピンクの小僧ってなんかタイみたいな感じもありますよね。タイ、あの、確かに、ええ。だからそういうことも含めて、まあその愛されてるっていうか大事にされてる象、エレファントの、まあ、小さなエレベン、うん、ということで、まあ、幸運呼ぶみたいなところもあるし、ね、だけどその桜井さんのそのアプローチもあのさっきその1625 の、うん、あの構成音は使ってるんですよ。なるほど。だからそれを展開系としても考えられるし、うん、まあディミニッシュっぽいアプローチも考えられるし。うんだからその乗っかってる私のフレーズもすごいおかげさまで、うん、フレーズもすごい生きてソロのフレーズもですね、うん、あれは本当ありがたかったなっていう あれ本当に1625でやったら多分普通の曲になってたかもしれない、ね、あとそのそういうジャジーなところもあるし、はい、だからだからだからなんかいろいろその随所に出てくるクラシカルななんかジャズっぽいなんか決めではないなんかクラシカルな感じを彷彿させるようなフレーズ、うんうんうんみたいなのもこう個性になってんじゃないですかね。なるほど。うん、そして7曲目スペースマンズシャッフル。はい。こちらがファンキーな感じですけど、うんまあ、ソロのね、ドリフトベースの絡みが結構印象的な感じです。うんうん、どういった曲ですかねこちらは。これやっぱりあの向谷さんがファンキーメンって言ってたんですよ。作ってる時に。はいはいはい、はい。ね、言ってたフォンキーメンフォンキーメンとか言ってジャーンって割ってフォンキーメンって言ってたんですよ。あなるほどなるほど。だからあの忘れられないですねそれね。いや入れたかったんですね。あなるほど。デモの時ねデモの時にそれやってもバカ受けしちゃってフォンキーメンとか言ってもらえなんだよって言って盛り上がったんですけど、はいはいはい、入れるよとかね入れたらよもっと話題になってワールドワイズだったね。これもライブではマストですね。いやちょっとできないと思います。なんでですか。だってちょっとどうする。いやいいよ。ライブでやったらいい。ライブでやりましょうよじゃあ今度。先生向井さんやればお客さんもみんな全員でファンキーメンって来るからぜひお願いしますそこは。楽しみになってきましたよ。いやもう本当にあのファンキーな曲だと思いますねこの曲。あの桜井さんのベースもねライブもすごいかっこいいしね。でチャーラっていうあのこう、ね、定番の決まりの美味しいこのチャーラっていう6度7度のところをダブルあの2音でね2線でいくジャンプズクドゥンチャーラって言ってくれるチャーラってこれやっぱ自然出てくるんですよそれは自然出てくるんですよそれはそこの組み合わせが
すごいユニークなデザインで、これフォーキーめっちゃ間違いない、本当間違いない、もう本当にエグザクトリーですよ、本当に間違いない、本当にそうなんですけど、あのそういう楽しいのをデモでやっちゃったんで、はい、レコーディングはちょっとちょっとライブでまた解禁するバイク持ってこれてあるのねいいですね、かっこいいですよ、かっこいいですよ、ファンキーメンハイライトになりますか、ライさんはだって忘れてんじゃん、あげるそのタイミングがないとそれ意表ついてジンジンが言うとか、あジンジンがスネアのマイクなんかでフォンキーメン今日は誰が言うんだみたいな、それもいい、公演によって、ね、持ち回りで誰か言う、誰が言う、誰が言う、おお、ね、今日は誰が言うでしょうかってクイズの最初に出しておくとか、そうです、それもいいかもしれない、だよね、あのアンケート回収箱みたいに入れておいて、正解の方に抽選でそして8曲目大阪ロマンチカ、あこれも攻めてますね、こちらもね、なんかレゲエ風の感じとドラムベースの感じ、レゲエですよね、レゲエですね、うん、これ感じますけども、シンセルの色も印象的ですけども、そうですね、あれ割と、うん、あのなんだろう、少しモグモグ感が、はいはい、声みたいですね、モグモグ、だから、うん、あのまあシンセで、まあ、ちょっと例えるとあのトーキングモジュレーターだっけ、口使って出す申請に近いような、まあそれを指で弾いてもで、それにまあそういう雰囲気が出るような、はい、まあ、ちょっとあのアルバム全体から見るとあの珍しい音になると思います、うん、これタイトルはなんかまあちょっとなんか昭和歌謡的なのも感じますけど、そうですね、東京ロマンチカありますからね、向井さんがね歌詞つけてるんですよこれに大阪の駅名をね、うん、だから例えば天満橋とか淀屋橋とかで、はいはいはい、天満橋淀屋橋とかって歌いながらやってたらみんな爆笑しててあこれ大阪ロマンチカだみたいな、もうねやっぱりライブでいや、ちょっと待ってちょっと待ってくださいよリサイタルみたいになってましたね、なんかこう橋の駅が多かったりねあの僕も結構あのハシャメルジーとか作ってるんで、はい、そうですね、あの鉄道の駅ってまあいろいろ特に大阪と面白い西中島南方みたいな感じで結構いいじゃないですか、こうやってね、お願いしますよ、そこだけマイクでそうそうそうメロディやめてお願いします、大阪だけ限定で大阪限定、なんか今日企画がいろいろ生まれますね、そうですね、これ誰かメモってますか、メモらなくてもあの放送に載ってますから、忘れちゃう、まさにチェックだねこれ、そうですね、そして9曲目天の川、はいはいはい、こちらアコースティックピアノと、まあ、フレットレスベース、そうですね、使用ということで、うん、1曲だけフレットレスベース、うん、これはどういったところからちょっとフレットレスにしてみようかなみたいな、これはピアノももともと向井さんが出してきた曲 で、はい、でメロディーがピアノと、うん、それにこうベースのメロディーもなんかこう、はい、これはもう本当に絶対フレットレスやってほしいっつって、うん、リクエストしてもらって、うん、すごい綺麗なメロディーなんで頑張りましたけどね、うん、ちょっと神秘的な感じですね、6弦ベースなんでこう高いところまで行くとなんかベースのフレットレスにしてはすごいなんかビオラぐらいな感じの、あなるほど、でもこれはですね天の川になったのはもう桜井さんのベースソロなんですよねラシドラファーってやつで、そうそうそう、そのファがですねもう本当に普通に聞いたらアウトなんですけど、そうアウトしてるんですけど、はいはいはい、それがもう絶妙のタイミングで、それを聞いたら天の川になるよねってメロディーから来たんじゃなくてソロの、 そのインプロビゼーションのフレーズがめっちゃ印象に残っちゃって、はい、あれで全部持ってかれちゃったからって、あそうなんですね、そうそうみんな止まってましたけどね、うん、あれそうそう絶対やってないどんな時でも、いやこれ難しいよ、いやあのやるの、ね、ロファーがあっただけでもうみんな僕も悶絶するしお客さんも悶絶すると思う本当にやるんだみたいな感じで、それやりましょうじゃあね、それが課題ですね、エンディングもそうじゃないですかピアノの天の川ってなってます、あなるほど、本当は、ね、ミラーレソっていうあのいわゆるペンタトニック的な、うんうんうん、あのメロディーラインから、はい、あのアイデアが浮かんできたんですけど、うんうん、でもずっとイントロから続けてるのはなんかこう、まあ、ケルト系の音楽って言ったらいいのかな、あでだからあのそういうところでフレットベースがすごくこうフレットベースベースがあのメロディーを取ってくれるセクションがあるとすごく綺麗に決まるだろうなって思ってたんですよ、
でもやっぱりラシドラファーに全部やられちゃった、あれはちょっとあのソロの出だしは驚きましたね。哀愁な感じじゃないですか、うん、その哀愁の中のそのいろんな哀愁があるじゃないですか、はい、その寂しさがなんかこうラシドラファーになったんですけど、そこに表現されてる、ね、そうそうそう、同じマイナーでもいろいろあるんですよ、うん、すごいダークな方まで、はいはいはい、ちょっとダークな方に行ってるんですけど、ちょっと抜けた感じの見えた感じがいいですよ。もうくどいです、ラシドラファーをファーミーって解決したりファーラーとか言ってくれたら、うん、経過音じゃないですか、はい、でも止まってんですよ、うん、ラシドラファーすごい悲しいんだって感じ。なるほど。どういうことそれって感じ。いや、長年音楽やってるけど。やっぱ違う展開が良かった。すごいもう長年音楽やってたけどもね。はい、いやもう本当にねもう目から鱗でしたね、はい。でもあれピアノでやったら多分ダメって言われると思いますね。結構ねインパクトがあるんですよ。フレテレスのやっぱり独特の粘り気ですね。それをいきなりそのソロのドアタワンフレーズ目に持ってきて。うん、ギョっていうところから流れてき、まあその綺麗になっていくからいいんじゃないかなっていうストーリーとしては、うん、はいはいはい、そして10曲目、うん、Living in the Universe、はいはい、こちらのコーラスとかサンバのリズムというか、まあ、そこは印象的な楽曲ですね。サンバですよね。またちょっとプログレ的な展開も聞いてて感じるっていう、だけででけでけでけ曲ですけど、これもぜひあのライブでお客様にコーラスパートを歌っていただきたいなと。向井さんが最初弾いたメロディーをコーラスがなぞるっていう構成なんですけどね、うん、そして、9月28日より葛飾トリオ、まあ、指導のゆかりの地ですね、葛飾シンフォニーヒルズを皮切りに全国ツアー、はい、うん、こちら葛飾トリオライブツアー2024宇宙の暴れん坊カッコ仮と、はい、なっておりますけど、カッコ仮でいく感じですかね。そうですね、うん、で仮を取っていただくのは、うん、あの当日来ていただくお客様、あなるほど、そこまで仮の状態で来てもらって、あなるほど、あどういったライブになりそうですか今の段階で。もう暴れん坊ですよね。ですね、うん、おい知らずのパワーアップライブですね。オープニング戻る感じですか。すごいパワーはあると思いますね、うん、あのとにかくあの今回あの最初の方にお話したように、はい、2枚のアルバムをこれで作ったことになって、うんうん、そうですね、オリジナル曲が20曲になりましたので、はい、まあほぼ全曲、うん、オリジナル曲の葛飾トリオのライブっていうことになりますから、あ堪能できるわけですね。おまけにね、はい、みんなでねあの衣装作っちゃったんですよ。あ、うん、すごいですよ。ホールで、ね、あこのアルバムあの CD の裏にあるやつ、ね、背拍子にある、そうそうそう、はい、真っ白いですね、白あの衣装オリジナルで作って、はい、あれでステージやりますからね。あもう完全にスペーシーじゃないですか。すごいですよね、うん、ね、うん、なるほど、そういったいろんな面がこうお披露目できるライブになるかなと、はい、そうです ね、 ですね、確かにあれだよね、オリジナルの衣装作るなんて何十年ぶりだよね、うん、40年ぶり、いやいいですね、はい、うん、素晴らしい、それが見れる感じですね、はい、さそろそろお時間ということでございまして、はいはい、最後にですねこちらのカメラに向かって視聴者の方に、うん、まあ、どなたか代表でも結構ですので、ね、メッセージをお願いいたします。葛飾トリオ活動4年目、うん、大人げない大人の音楽ますますパワーアップして皆さんにお届けしたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日のゲスト葛飾トリオの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アトスインターナショナルのギターレッスン映像見放題サービスが YouTube メンバーシップでスタート。ブルースアドリブソロ、 F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらにあります、機材セッティングなど楽器教則 DVD で人気の映像が月額1190円で見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てが分かります。アトスギターレッスン YouTube メンバーシップでお楽しみください。